はい、じゃあ皆さん午前中ねエンジョイできましたか。これでね今日午前中最後のメッセージの中で話しますね。こんなにゆったりとカイザリアを巡ったのは僕も初めてで、大抵は3時間ぐらいで足早に抜けてしまうんですけど、今日はすごくいいですね。天候もいいですし、ちょっと風がありますけどね。先ほど買い物したんですユダヤ人と値段交渉した何が起こったかっていうのは皆さん分かんなかった人もいると思いますから、もう一度確認しますね。これはね、彼が売ってるんです。彼の手作りの作品で、オリーブの木とエポクシーという樹脂ですね、これで固めて作っているメズザーというものです。これユダヤ人でなければ何のことかわからないと思います。この後ろにこういう空洞があるんです。ここにシェマ・イスラエルというイスラエルを聞けという有名な申命記の聖句があるんですが、そういう聖句を書いてトーラーというんです。そしてくるくるっと巻いてここに入れてあるわけです。これをね、扉の入り口のところにこうつけてあるわけです。それを出入りするたびにタッチしていくわけです。これ御言葉に手を触れている、神様への感謝を表すためということですね。最初ね、値段交渉が始まって、でシェケルで言って、次ドルでいくらだって言ったら、えらい高いんですよ。もうそれは高すぎるからって負けてもらって、一人一人払おうと思ったら二人でその値段だっていうんでね、まあ大変良心的な方だなと。これ二人で45ドルだったっけ、だから一個いくらだ、22ドル50ですね。それぐらいの値段のもので、これ家に帰って扉のところに貼っておくと非常にデザイン的に美しいですね。こんなことが起こったんですね。まあああいうものを出してきてるっていうのはね、今日金曜日でしょう。だんだん夕方に近づいてきます。もう僕はもう感覚でわかるんですが、安息日が近いです。ユダヤ人がうずうずしてる感じがよく伝わってきますね。本当はね、安息日に商売しちゃいけないんです。だからあれは日没前に閉じると思います。まあ、いずれにしても若者たちの歩く姿を見てもとってもウキウキしてます。そこで今日は昼食に入る前に、安息日というのはそもそも何なのかって話をしますね。キーワード3つです。1番目、契約の印。安息日は契約の印だって話します。2番目、調和、ハーモニーですね。安息日は調和をもたらす祝福だということ、調和ということをキーワード、契約の印、調和。そして3つ目がクリスチャンが味わう安息、この3つを話したいと思いますね。1番目、安息日は契約の印である。安息日があるからこの契約があるんだということを思い出すわけです。で、いろんな契約があるんですが、これはユダヤ人たちがエジプトから出てシナイ山で神と結んだ契約だから、これをシナイ契約というんです。その中に一番中心的なのが十戒の教え、塔の戒め。その中に安息日を覚えて聖なるものとせよという教えがあるわけですね。で、奴隷だったら週に1回休めません。奴隷から自由人になったから週に1回土曜日、金曜の日没から新しい日が始まるわけです。だから金曜の日没から土曜の日没までの24時間が労働をしないという意味での安息日になったわけです。労働しないんです。で、労働しないということは休めてるということは自分が自由民となったんだということを満喫してるわけですね。私の父親の時代ね、覚えてますけど、彼は大阪の鮮魚組合に勤めていたんですが、八のつく日しか休みがなかったんです。8日、18、28。それが彼の休み、月3日ですね。今は週休2日でしょう。だからより自由の幅が広がってるわけですね。ユダヤ人たちがエジプトにいた時は休みなかったんです。それが労働しない休みを与えられるということは、これは
自由の民となった、そのようにしてくださった神様を思い出して神に感謝する日、これがまず一番目の意味ですね。契約の印であるということ。二番目の意味は調和です。24時間労働しないんです。何と調和するかというと、まず自然界と調和するということ。労働というのは基本的にはね、自然の状態に手を加えることが労働なんです。ユダヤ的考え方である。だ今何人かの方はノートしてますね、あるいはスマホに打ち込んでる方もいますね。それ労働なんですよ。いや大した仕事してませんよって、いや白紙の上にインクを乗せる作業は労働なんです。だから自然界をそのままにしておく、特に火を燃やさない、だから食事はその前に用意しておくわけです。自然界との調和を図る日、これが安息日の考え方です。二つ目は我に返る日、つまり忙しく働いてきた、そこから休みを得て自分を回復する日ですね。自分の内面を見つめる日ですね。自分との調和を考える日ですね。で3つ目が家族との調和を図る日。だから家族みんな集まって週に1回金曜の夜食事をするんです。家族との調和ですね。隣人との調和ですね。そして最後に神のことを思うんです。神との調和です。だから自然との調和、自分との調和、隣人との調和、そして神との調和、これが安息日が提供している祝福ですね。ある時ね、エルサレムでタクシーに乗ったことがあったんです。そしてそれが金曜の午後でした。で運転手さんに言ったんですね、もうすぐ安息日だねって言ったら、運転手さんは何と言ったかというと、体がそれを自分に告げているって言うんですね。もう1週間働いてくるとね、安息日の体になってくるようですよ。これもうずっとそれを続けてるわけですから、ユダヤ人にとっては安息日というのは最高の祝福の日になっているということね。調和ということ、これを覚えてください。まあ忙しい日本人にはね、耳の痛い話かもしれませんね。自分を取り戻し神のことを考える日が必要ですね。これが安息日の祝福です。だからユダヤ人は1900年間生き延びてきたって話をしましたね。あの理由の一つが安息日を守ったからです。自分を失わなかったわけです。だからユダヤ人が安息日を守ったというよりは、安息日がユダヤ人を守ったんだという言葉があるぐらいです。それを守っていたから民族としてのアイデンティティを失わなかったということですね。3番目に、じゃあクリスチャンは今も土曜日に礼拝するのか。違います。あるクリスチャンは土曜日が日曜日になったんだと言います。これも違います。クリスチャンにとって大事なことは、今はどの日に礼拝してもいいんです。だから1週間7日間毎日が安息日になっている、それが今の考え方です。それはどういうことかというと、安息日が示していたものは何なのか、安息日は何の象徴なのか、それはイエス・キリストを信じた人が味わう魂の平安が安息日の象徴なんです。先ほどね、カイザリアの円形劇場でアメリカから来た人たちと賛美している間に、突如ね、私の上に神の平安が降ってきて、もう涙なしには語れないような状況になります。あれね、僕あの瞬間ね、神の安息を経験してるの。この世のものでは味わうことのできない感動を経験してるんですね。安息って言いましたけど、あの後ね、皆さんね、涙流す、感動するっていうのは相当疲れるんですね。あの後疲れがどっときましたけどね、聖地旅行っていうのは感動の旅ですから、体力がないとね、なかなかフィニッシュできない旅でもあるんですけど、でもね、あの瞬間私はイエス・キリストにあってクリスチャンが味わう安息をね、しっかりと経験してるんです。ありがたい人生だなと思います。安息日が指し示していたのは実はこのことなんですね。安息日はシナイ契約の印、安息日のキーワードは調和、そして安息日はクリスチャンが味わう神との平和を表しているんだということ、このことを覚えながらね、今日日没近くになるとね、もう午後2時ぐらいから
車の数が激減します。これは今日またヘルツエリアに帰りますけど、帰りの道はいつもよりは簡単ですよ。ふっと行きます。明日も長距離移動しますけど、明日も道は空いてます。すごくいいです。この後午後に入って町の変化ぶりをよく観察してください。今日のホテルでも夕食はいつもより華やいだ雰囲気になると思いますね。ろうそくが用意されたり、華やいだ雰囲気の食事になると思いますから、期待してくださいね。さあ、これで午前中のメッセージ終わりました。これからぼちぼち海沿いのレストランに行きましょう。海を見ながら美味しい食事いただこうじゃありませんか。